カローカン駅はフィリピン国鉄北方本線の駅。現在はガバナーパスカルフティーのシャトル運用に利用されている。現在は再建されたものとなっており、サムソン通りの南側のキタルソン高速道路の下に位置している。元のカローカン駅は現在のカローカン車庫に隣接する場所に位置しており、元の駅舎は歴史的なものであったが、キタルソン高速鉄道のレックス10.1。 セグメントの建設のために一部解体され、路線は一時本線から切り離された。この部分的解体は、鉄道愛好家や歴史家からの苦情の的となった。元の駅は、レックス1 0 1区間の受け置き業者となった、レイトンビルダーズが所有するサムソン通りと、テンスアベニュー駅の間の建築用資材保存施設の、そばにある。この駅はもともと、マニラと、キタルソンを結ぶ。 鉄道路線の駅の一つだったが、メーカーイヤン駅の運用停止になった後の1997年に運用停止になった。しかしフィリピン国鉄南方線と北方線をマニラから、パンパンが州まで一部旧鉄道用地を利用して、復旧する計画のために、新しい路線に置換されることになっていた。計画は2007年に開始されたが2011年には、中断し、キャンセルの結果として、 受け負い企業との再交渉や訴訟が多く行われた。2017年になると廃線に位置した過労館とその他16駅がトゥトゥバンからクラークを結ぶ新しく活性化された高架式北方線の計画の一部として再建され、鉄道駅として再び復活することとなった。合わせて2018年8月1日、PNR は過労館駅を ハローカンデラロサカンの地上鉄道の一部として再開した。しかしながら、レックス10.1区間の建設のための建設のための中継資材置き場がとても近かったためこの駅からの乗客の乗り降りは不能だった。再活動のためには場所を空けるための DPWH などとの交渉が必要であり1ヶ月程度の時間が必要であった。 デラロサ駅止まりだったシャトル運用が、フティ駅にまで延長されると、長年の休止を経て、PNR は9月10日に旅客のための駅利用を再開した。駅以北の軌道は解体され、旧北方線計画の標準機軌道に取り替えられていた。この標準機軌道モンレックス10.1区間の高架橋を建設するために撤去された。2017年北線の優先通行権が、 更新され、クラークにつながる高架鉄道に並行して、地上鉄道が再建された。PNR は、その後、マラボン市、ガバナー、パスカル通りにあったガバナーパスカル駅跡に駅を再建して、着実に地上鉄道とサービスを復旧した。サムソン通りの踏切は2018年11月23日に修復完了しこれにより、マラボン市への列車の走行が可能になった。 2018年12月3日に、ガバナーパスカル駅への運行が20年ぶりに再開された。近隣施設には、SM センター三岸団、三岸団警察署、過労館郵便局、過労館市中央消防署などがあり、学校として、イースト大学、過労館、STI 大学過労館がある。駅のすぐ近くにある、サムスン通りは、 C-4 の一部であり、SM センター3眼段から、ボニーファチョモニュメントまで続いている。ありがとうございます。